船舶油惑損害賠償保障法船舶油誘損害賠償保障法とは、船舶に積載されていた油による、油惑損害に関する船舶所有者等の責任や、被害者の損害賠償請求権の保障に、つい規定した、日本の法律である。もともと、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律、選手責任制限法に対する特則としての意味を、 持つ法律であるが、2005年3月1日から、施行された改正法の成立経緯から、保険未加入の外国船舶の入港を阻止するための法律として注目されるようになった。1967年、リベリア船籍タンカーであるトリーキャニオン号が、ドーバー海峡において座礁し、大型の油濁汚染事故を引き起こした。そして、同事故をきっかけに、海運業界において、 油田事故に関する国際的な保険組合を結成することにより損害を保障する動きが出てきた。また、国際連合の専門機関である国際開示機関の前身である政府間開示協議機関も油田汚染損害に関する条約案を検討し、1969年には油による汚染損害についての民事責任に関わる国際条約が成立。 1971年には同条約の補充のための国際基金の目的とした油による汚染損害の保障のための国際基金の設立に関する国際条約が成立した。本法は上記の条約を国内法化したものである。なお、制定当時の題名は油託損害賠償保障法であったが2004年の法改正により題名が 船舶油脱損害賠償保障法に改大された改正法の世は2005年3月1日。バラ積みの油、油、重油、潤滑油その他の蒸発しにくい油で精霊で定めるものを輸送するタンカーから流出、排出された油による汚染により損害を生じた場合、原則として当該タンカーの所有者は無過失責任に近い損害、賠償責任を負う。 三条。その反面において、タンカー所有者は、上記損害賠償責任の範囲を制限することが、できる五条から九条。これは、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律、選手責任制限法において、選手の責任源が認められるのと、同趣旨によるものであるが、タンカーに起因する大型の油濁汚染による、損害賠償である点に鑑み、 本法において特例が定められているものである。油断損害賠償に基づく被害者の損害賠償請求権を保障する観点から2000トンを超えるバラ積みの輸送に供する日本国籍のタンカーについては選手総合保険組合や保険会社との間でタンカー油損害賠償保証契約を締結することが強制されている。また日本国籍以外のタンカーについては 蒸気契約が締結されていなければ、2000トンを超えるバラ積みの油を積載して、日本国内の港に入りしたり出港したりすることができない13条。蒸気契約における保険金額は、当然、タンカー所有者の責任制限額を満たす必要がある。油田損害賠償に基づく被害者の損害賠償請求権を保障するため、被害者は条約に基づいて設立された。 国際基金に対し賠償を受けることができなかった損害の金額について保証を求めることが切る22条。また、蒸気基金の資金源とするため、日本の港に陸揚げされた原油等を1年間に15万トンを超えてタンカーから受け取るものは年次拠出金を国際基金に納付しなければならない30条。選手責任政権法と同様。 タン所有者の責任制限手続きに関する規定が設けられている31条から39条2004年の法改正2005年3月1日施行により一般船舶旅客またはバラ積みの油以外の貨物その他の物品の海上輸送のための船種類からの燃料油の流出等による損害賠償責任や保証契約に関わる規定が新設された 新設された規定は条約を国内法化したものではなく、日本国沿岸において一般船舶の座礁事故が多く発生していることに鑑み、それに対応するために規定されたものであるされている。一般船舶から流出、排出された燃料油により損害を生じた場合、原則として、 当該船舶所有者及び船舶賃借人は、無過失責任に近い損害賠償責任を負う39条の2。その反面において、船舶所有者及び船舶賃借人の損害賠償責任の範囲を制限することができるのは、タンカーの場合と同様であるが、タンカー所有者の場合と異なり、責任制限の内容は、選手責任制限法の定めによる、 被害者の損害賠償請求刑を保障する観点から、相当数が100トン以上の日本国籍の一般船舶については、選手総合保険組合や保険会社との間で、一般油惑損害賠償保障契約を締結することが強制されている39条の4第1項。 また、日本国籍以外の総トン数100トン以上の一般船舶については、蒸気契約が締結されていなければ、日本国内の港に入港したり出港したり、することができない39条の4第2項。北朝鮮船籍の船舶は、蒸気のような保証契約を締結している割合が、著しく、低いとされており、そのような船舶による事故が、日本国沿岸で発生した場合、 被害者の救済が乏しくなる。このような危機意識から保証契約未締結の船舶の入港を阻止する目的でこのような規定を置くことになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。